はい、こんにちは。YouTube を簡単に使いこなそう。第51弾の動画です。今回は、リアルタイムについてお話をしたいと思います。m y チャンネルのトップページ、こちら、動画の管理をクリックします。はい、こちら、クリエイターツールの画面に切り替わりますんで、Analytics、ここをクリックします。 はい。アナリティクスの概要の画面に切り替わりました、えー。最近新しく追加された機能として、この概要の下、リアルタイム新作ってあります。そこをクリックします。はい。概要、リアルタイムという画面に切り替わりました。ここは、えー、最新の動画5本分について、 えー、どのくらいの視聴回数があるのかということを表示してくれます。例えば、台風19号接近中、アットマーク宮崎市の動画に関すると、えー、左側に過去48時間の、えー、推定視聴回数、右側には過去60分間の推定視聴回数が表示されております。リアルタイムで ユーザーの皆さんがどの動画を見ているのかということをね、表示してくれます。あの、時間が経つとね、あまりリアルタイムで見ていただけないんですけれど、えー、最新のアップロードに関しては、この過去60分間を見ると、どのくらい視聴回数があるのかということをね、確認することができますんで、あの、ユーザーの皆さんの 視聴、えー、の、えー、傾向を、ねえー、調べることができるのかなというふうに思っているところでございます。まあ、の面白い機能かなというふうに思っています。ここに、ね、最新の動画、えー、何秒前に更新、これ10秒おきにこの数字が切り替わりますので、本当リアルタイムで今皆さんがどの動画を見ているのかというのを、えー、最新5本ですかね。1、2、3、4、5。 5本しか表示されないのがちょっともったいないなと思うんですけれど、まあ、それでもね、ある程度、えー、傾向をつかめることができるのかなという,ふうに思います。はい、ということで今回は、えー、リアルタイムについてお話をしました。それでは、えー、失礼します。